2012年ドンドンオリンピックの陸上競技男子100メートル決勝のスタート場面メディアを再生する2015年夏季ユニバーシアード女子100メートル決勝100メートル競争は100メートルをいかに短い時間で走るかを競う陸上競技で短距離層に分類される。日本語では100メートル層、100メートル層、100メートル、100、100メートル層等々。 様々な略語が用いられる。2008年北京オリンピックの100メートル走、決勝戦陸上競技場では、メインスタンド前に東京技用の直線セパレートレーンが設置されている。陸上競技の中で人気が高く、花形競技である。特に男子の世界記録保持者は、人類最速の男、オリンピックでの優勝者は、世界一早い男の称号が与えられる。 100メートルを10秒で走ると平均速度は秒速10メートル、すなわち時速36キロメートルであるが2008年5月31日に9秒72の世界記録を打ち立てたウサイン・ボルトが100メートルでは人類で初めて公式に時速37キロメートル以上の平均速度で走った1。 なお同じスプリント競争で加速に必要な距離の比率が走行距離に対してより小さい200メートルでは1996年にマイケル・ジョンソンが19秒32を記録し100メートルよりも先に平均時速 37km を超えている。ただ2010年現在では100メートルの世界記録における平均速度が200メートルの世界記録における平均速度。 また、後者の方が気圧が低いために空気抵抗が少ないため、短距離競技には高記録が出るとされている。しかし、風速と異なり明確な基準はないため、高所記録と記載されるだけで公式記録として残る。世界的に男子は、ジャマイカやアメリカ合衆国生を中心としたアフリカ系アメリカ人選手が、 オリンピックや世界選手権で圧倒的に強く、欧州勢がそれを追う展開となっている。急速にスピード化が進んだ1980年代以降は、黒人選手の独断場といっても過言ではない様相を呈しており、被告人選手が上位入賞することが非常に困難となっている。中でもアジアの選手の目立った活躍は、1932年、 ロサンゼルスオリンピックで6位入賞を果たした吉岡隆則ぐらいであり、以降はアジアの選手の上位入賞は皆無であった。2015年世界陸上北京大会において、ソヒノエテンが世界選手権ではアジア初となる決勝進出の快挙を果たした。これは女子部門でも例外ではなく欧州勢がそれを追う展開となっている。男子ほどではないものの、被告人選手が 上位入賞するケースは稀である。アジアの選手の目立った活躍は、1928年5月20日の第15回日本陸上競技選手権大会で、当時の世界記録を出したき絹えと、1968年メキシコシティオリンピックで決勝に進出し7位に入る検討を見せた、規制ぐらいである。e n 1 0 0ズ オルディイコール9億6425万3417より意味フ太じは樹立時の世界記録アダム・ハリスの記録はガイアナ記録として公認されているがなぜか南アメリカ陸上競技連盟はこの記録を歴代充決に入れていない歴代充決編集歴代パフォーマンス充決編集歴代充決編,編集歴代パフォーマンス充決編 ありがとうございます。